皆さんおはこんばんにちは、ヒトポンです。あいだよ。結構まだ空いた気がするわ。ずっと今までのステージの B 面やってたからね。録画したけど使うタイミングなかったからクリア後にもう一回やろうかな。前回はゼオと一緒にロープウェイで登ってきたんだったね。恐れを知らないわね。暗いところは苦手だから俺だったら絶対行かないけどね。なんか左側にあるかなって思ったけど何もないか。今イチゴの音しなかった。イチゴの音って何よ。なんかキラって音がするんだよね。上か、それともさっきの下のどこかに道があったのか。怪しいところといったらここらへんか。それともあのくぼみ。早速一つゲット、幸先良いね。というわけで神殿入っていきましょうか。結構入り組んでるね。古くて崩れてるせいでこうなってるのかな。この隙間はダッシュしないとダメみたいね。逆にダッシュすれば細い道でも通れるのか。おっと、早速新しいギミックが。上に乗っても動かないわね。うわ、今ダッシュをしたら動いた。なるほど、ダッシュを認識して動くみたい。なんとも癖が強いギミックね。あ、しかもこれ地味に完成働いてる。おっと、前回もこのギミックはあった。めっちゃ移動するじゃん。そしてボタンみたいなのもあったわね。これは障害物に当たるまで移動し続けるのかな。おっと、このままじゃループしちゃうな。どこか別の方向に行くか。下に来たけど左右に分かれてるわね。これはダッシュして通り抜ければいいのかな。といっても道はなさそうだけど。おっと、下に行けるのか。あの左下の赤いやつ怪しいよね。これで何もなかったら下に行こうかな。鍵があったわね。今のところ鍵穴は見当たらなかったけど。左はなんかすごそうだったね。これ先に行けるのかな。よく見ると下に足場があるわね。普通に足場が小さくて失敗した。この近づくと光るのは何なんだろうね。ただの光源なのかな。お、赤い玉で移動中にダッシュすると途中でキャンセルできるね。ただダッシュで抜ける以上髪は青くなっちゃうわね。青い玉みたいに玉で移動後にダッシュできないのか。てかこれ手前の赤い玉で右に行けばいいんじゃね。ビンゴ、大正解だね。早速ダッシュで離脱するのが必要になったか。先に知れてよかった。これで鍵ゲットだね。あとは鍵を使う場所を探さないといけないか。上に来たけどこれちゃんと進めているのか。まるで迷路みたいに入り組んでるな。上から下まで行ける場所が多すぎるわね。あ、これ上行き止まりか。ってことは道が違ったのかな。ここめっちゃ暗くて行くの避けてたけど、ここ以外行けそうな場所がなさそうだね。実際に鍵も必要だったし。4分ぐらい探索してたものね。おっと、ゼオがいる。けど。
これ今回何かに襲われて逃げるパターン。こんな暗いところで唐突に始まるホラー要素。うへぇ、せめて急に脅かしてくるのだけはやめてくれよ。てかてっきり鏡があったからまた分身が来るのかと思ったけど、そうでもなさそうだな。いやー、暗くて嫌だねー。本当に暗いわね、何も見えないわ。それでこの明かりが必要になってくるのか。少しずつどんな場所かを把握しないとね。うん、随分と広いな。でも今のところ死ぬ要素はないわね。まあ怪しいのはここだよね。変な銅像あるし、最初から光ってるし。ここが先に進むための道なのかな。そもそもセオが鏡の中にいる時点でどこに行けば鏡の中に行けるのかさっぱりだけどね。この急に扉が閉じるのやめてほしい。めちゃくちゃびっくりする。上に赤い玉があるね。これを使うのか。めっちゃ明るい。青い光が近づかないと光らなくて、黄色い光が最初から光ってる光なのね。うげ、これ結構下にも広そうな感じ。下は特に道がなかったね。鍵が必要な扉があるわね。これはまた探しに行かないといけない感じかな。と言っても結構いろいろ探したけどそれっぽいところはなかったぞ。この上が少し怪しいな。お、鍵があった。どこからか回り込んでくる感じかな。左上に道があったわね。一応右側も見ておこう。右側は特に何もないか。うん、トゲだけはうっすらと見えるけど、足場があまりにも見えないな。一応青い光がつけば死んでもついたままだから、その光を頼りに進んでいく感じかしらね。結構すぐに回り込めると思ったけど、意外とそうでもなさそう。あっぶね、ちょっと焦った。これは右の赤い玉を使っていく感じかな。赤い玉で左に行くには壁が邪魔ね。どこかに壁を開いたわ。よし、これで鍵を入手できたね。
んどん右に進んでいくな。結局今のところ背負いる鏡の向こう側に行く手段が全くわからないわけだが。うわ、タイミング経過。まだ暗いところだよ。全然先に進めてる感じがしないな。大体どれぐらい進めたのかしらね。上に行くしかなさそうね。右側の上とかにイチゴとかあるかと思ったけどそうでもなかった。めっちゃ上に来たな。うわ、これボタン押して大丈夫？急に襲われたりとかしない？ビビってないで早押せ。うん、これは鏡。しかもヒビが入ってる。あ、これもしかして鏡の中に入っちゃう感じ。うわ、これさっき通り道にあった銅像のやつじゃん。もしかしてこれが襲ってくるのって思ったけど俺が操作するんかい。壁があるわね。見るからにダッシュで壊せそうだな。このキラキラしたやつはダッシュしても跳ね返されちゃうね。もしかして今の壊せる壁と壊せない壁、めちゃくちゃ重要じゃない？おそらくキラキラした壊せない壁を使って逃げるんだろうな。おっと。さっきとは雰囲気がとんでもないぐらい変わったわね。怖いからやめてー。というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回はこの続きからだね。怖いな。次回からがもしかしてこのチャプターの本番だったりしてね。それではまた別の動画で会いましょう。バイバイ。